皆さん、リンゴルフオープンについてご報告があります、はい、各大会10組限定といたします、はい、9月29日から、今年は4会場、うんうん、そして来年含めて全部で20会場を今予定しています。ご応募お待ちしております。よろしくお願いします。左のフェアウェイ狙いですね。正面に見えてるバンカー方面です。あれバンカーってどこですか？左のバンカー？ちょっと見づらいんですけども、あのクラブハウスありますよね、はい、クラブハウスの左横になんかすごい何本かまっすぐ立ってる、 あそこの方がいいとか、はい、あの辺狙いです。あの手前に1個バンカーがあるんです。はい、悔しい。フェアウェイ乗せたかった。あんなに高さ出ないから木に当たるはずなんですよ。頑張れ。まあ注入しないと頑張れ。何もよいしょ、頑張ってちょ。コンポでやってみるので、はい、うん、ちょっとなんか無敵な気がしますね。良かったもんね。良かった。うん。いいよ。おお。なんか音良すぎません？いい、飛んでる。めっちゃいい。合ってる。合ってるかも。300いったなこれは。いってないいってない。あ、持って帰っちゃったね。持って行く。ダメダメ。バッグに入ってるね。キャリーさんに、キャリーさんに、あ、ドライバーこっちは、こっちです。さあ、ドラコンは誰だ？おー、ダイヤモンド。いやでもね、どこにあるの？本当叶わんのよ。うわ、私これだ。ゆうこさんあれでしょ？え、どこにあるの？ゆうこさんか、あれ。で、私がこれで、うん、エリポンが、うんとね、あれ見えないですね。なんか手前のラフグアだと思う。飛びすぎ。私これ難しい。なんか今日はあんまミスショットっていうミスショットをしてないから本当に嬉しい。え、普段するんですか？しますします。テコみたいな、テコテコってやつありますよ。そういうのも欲しいな。ね、欲しいな。ちょっと取れ高的に。何も考えない。やっぱね、考えないとか言うとこうなっちゃうんですよね。何も考えない。で、言ってる時ダメじゃないですか。かわいい。申し訳ねえ。24歳もかわいいね。え、これ、あの、え、むずくないっすか？そうですね、グリーンまでの距離240、250ですけど、2本の並んでる木ありますよね。はい。はい、あそこに届く距離が160で届きます。はい。170で2本で超えます。はい。はい。で、ロングなので、うん、クラブハウスの方向を狙えば、うん、3段目はライが、ちょっと広くなってますね。はい、間違いなく左を狙います。5番ウッドです。ここむずいな。まっすぐ行かないと結構辛いんですけど。うん、右手。オーケー。オッケー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 。木の右側狙って、うわ、木の右側狙ってると結構ライが悪いです。木の上、ライが悪いしバンカーもあるので、木の上狙っちゃいますよ。木と木の間狙っちゃいます。一本球上がるから木の上だよ。なんならバンカー方向を狙って、
あ、全然届かないです。ナイス、いいよ。いや、でも木の愛…あ、OK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 、エリと同じところらへんです。ほんと？ OK、OK。 好きだな、エリコンのこと。エリと同じところらへん。追っかけちゃったな。でもさ、好きな人とゴルフやってて、はいはい、2人がさ、左の方向一緒に行ったらさ、2人でずっと会話できるじゃないですか。確かに。だからさ、上手いとさ、そういうこともできるんだって思った。そういうことか、わざとするの、うん、わざとする人いません女の子で。いるんですか。うん、いると思う、私は。私はやりたいけどできない。下手すぎて。125ですね。はい、8番アイアンください。これ乗ればパオーなんだよね。合ってるね。うん、3打目だからね。はい。でもなんかこのね、少しだけ木が気になるんだよね。そうですね。木なんて見えない。あ、リンクで置いてくる。あー、待って、捕まっちゃったから、きっとこれはバンカー。色気がある。やっぱ木気にしたやん、結果。さあ、エリかなですね。むずいですね。いやー、違うな、絶対違う。手前か。いやー、もう、まあ90、むずいな。むずいな。難しい。ピッチングでもよかったな。全部難しいわ。短めに持って。短めに持って。ちょっとダフります、やはり。全然届きません。花道、花道。くぅー。さあ、20。25見ていいと思います。エリコン頑張ったらご飯だよ。ご飯食べたい。ずーっとお腹鳴ってるんですよ、横で。うーって。届かねー。大丈夫。大丈夫。届かねー。手前から手前から。やっぱちょっとあれですね。ちょっとピンが手前にあると怖い。あー、ちょっとね、ビビっちゃう。いや、これ私ね、またね、飛ばしすぎるか短めで打っちゃいそう。怖い。まあ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 、ストップ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 。ちょっとビビったな。ナイス。オッケー。ナイスアウトです。ナイスアウトです。これから下りトップライン。2個半。ちょっと膨らますイメージで。はい。行き過ぎ？やり過ぎ？ああ、本当全然です。ああ、でもぴったりだけど強かったね。ちょっと結構切れるらしいんですよ。上りのフック。やばい。何やってんの？湿気かな。急に優しい。あ、強かったよ。うん、いいですか。OK ですよ。ナイス。お疲れ様でした。お疲れ様でした。午前中前半終了。ご飯です。いや、結構早かったよね。ね、そう、あ、なんか早かったし、あっという間。こう、撮りながらだけど、やっぱ、こう、サクサクね。うん、続けてるし。楽しいから、なんか、全然ね、あっという間。うん、そして涼しい。そして涼しい。そして涼しい。はい、前半お疲れ様でした。お疲れ様でした。お腹いっぱいになりましたか？はい。食べて。いや、もうパンパン、もう出ちゃってるぐらいね。パンパンね。ずっとグーグー鳴ってたからね。はい、ね。そこは聞かれてました。そう、ずっと鳴ってたもん。本当にグーって鳴ったから、ね。かわいいじゃん。かわいい、変えちゃった。さて、はい、前半皆さんどうでした？まずまず、
うんうんうん、もっとよく出すよ、いい日あるのになっていう感じですね。ちょっとこうまだ出し切れてない、うんうん、こんなもんじゃないよ、エリコは。後半はもっと期待。そうですね、頑張ります。じゃあ後半なんかこう目標立てよう、うんうん、何でもいい、スコアでもいいし、何でもいいね、何でもいい、なんかこういう球を打てるようにとか。あ、じゃあ前半のスコアよりも良くします。お、いい、結構それ大事、うん、大事大事大事、朝一だったっていうのもあるんで。そうだね、確かに。前半はエイポンが49でした。お、じゃあそれをした、はい、12オーバーまで、はい、12オーバーまでです、目標は、うん、はい。なんかプロってすごいですね。いや、すごい、考えるとね、もう雑魚ですよね。それはそれは違う、それは違う消えるから私それだとエリモンがそんな消えなきゃいけなくなっちゃうじゃん画面から。なんかでもプロって本当にすごいなって改めて感じさせられるというか、楽しく、まあ、今日は、ね、うん、はい、楽しくだから、ね、そう、うん、じゃあゆき後半、後半は私はバンカーに入れないですね。おお、なんか結構引きつけられてる感じがあって、うん、さっきちょっと雨降って多分すごいことになってそうなので、ね、うん、バンカーに入れないを目標にします、うん、じゃあそれも、ね、それも先方だからね、うんうん、私は前半そこそこパットが良かった、うん、めっちゃ良かった、すごい良かったです、うん、決まってました。なので後半はちょっとパット数を2パットずっとまた18だから、うーん、14、目標はちょっと14パットで、はい、やりたいと思います。はい、頑張ります。後半もお願いします。お願いします。後半もお願いします。今バキバキって言いました23歳いきます。いやー、いいね、完璧、ナイスショット。いやー、やべー、ねえ、安定安定です、素晴らしい、素晴らしい、よし、頑張りますかわいい気楽にね、気楽にね、うん、後半もお願いします。お願いします。いいよ、いいよ、まあ、よき、うん、はい、ありがとうございます。ナイス、ありがとうございます。今、でもゆく今引き続きドライバー、うん、よかった。今のね、自分ので打ってみたんですよ、うん、よかった、よかったですか、うん、抜けてたよね、多分ね、抜けてました、抜けてました、うん、え、いや、あった、あった、いや、二人とも飛びすぎじゃないですかいやいやいや、素晴らしい。私なんかね、今日ね、ウッドのお調子がね、お悪いんですよ。185ヤードになります。全然乗んないですね左と奥にバンカーがあります。はい、これかな、やば、こっち、ダメだったか、ダメ、まあ、前に進んだエリポンですね、エリポン勝ちですね。わずかに負けた、そう、確かに、あ、今度なんかすごい2歩分ぐらい、うん、4番ユーティリティです。ほい、あー、ちょっとやらかしちゃった。うん、全然問題ないです、うん、あー、ちょっと狙いすぎちゃいましたね。5番ウッドです。160上げなんで、ちょっと届くか微妙なんですけど、この感じ右狙って結構むずいです。やったね、行き過ぎちゃう、右に、これは大丈夫やばい、なんかさ、左に大丈夫左に手前で、手前、あ、本当ですか、右狙いで行きます。バンカーに入れないわ、今入れなかった、うん、入ってないから OK!
ね、次は右に行っちゃう。ラストで爪先社会だから、うん、右に行ったのじゃない。そうなのよ。なんかエリボンまっすぐ綺麗に飛ぶじゃないですか。うん、全然飛んでないですよ。前見てください。曲がりました。その秘訣が知りたい。え、なんですかね。でもあんな綺麗にさまっすぐ。なんかフィってやると曲がっちゃうんですって。打つときに。だからそのままちゃんとまっすぐ前に打ち出すようにやると、こんな感じ。はい。まっすぐ飛びます。弟子入りしようかな。あ、これ止まっちゃうね。止まりますね。止まっちゃったね。もっと突っ込みたかったな。いい。いいよ。全然。うん。うん。もうちょっと強くてもいいんですね。構えてから打つの早いね。あれなんですよ、気が散っちゃうから考えすぎるとミスショットの質なんです。なるほど。私はね、うん、でもよく早いって言われます。お、いいよいいよいいよ。もうちょっと、結構強いかもですね。でも、あ、確かにエリポの絵ちょっと切れそうに見える、ね、そうなんですよ、ちょっとだけ、うん、かなっていう。やっぱ切れたやっぱ切れたね。思ったより切れた、うん、ちょっとカップ端かなって思ったら切れたね。1個ぐらい見てもこれはほぼまっもうほぼまっすぐでいい。やばい、スリーパットしちゃったよ。目標が私14パットだったのに、いきなりスリーパットスタートですよ。11。うん、何高め。きつい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 。高め。そうなってくるとわざと乗せない作戦になっちゃうね。確かに。カラカラ。それはダメです。そんなことはしないけど。いけます、ゆうこさんから。うん、上手だから。うん、いけるいける。エリポンが超可愛いなって思った方は、チャンネル登録と高評価、そしてコメントよろしくお願いします。お願いします。可愛い。